伊波浩太郎です。81歳、62、3年ですか。流派としては古武道、空手もやりながらですけど、古武道を主にやってるもんですから、琉球古武道流魂会道場名を指導官というふうに命名しています。空手はもう学校卒業してすぐですね、高校ですから、18、19ですか、知花先生の道場があって境町に、晩は暇だしやってみようかなという簡単な考えで一応は入ったんですけど、3年ぐらい続けておって、それから私内地の方に養鶏の研修に福岡に行くようになって、そして帰ってきてやはり思い出してまた空手をしようということで、バスに乗って千葉の道場行ったら、司令は誰もいなくてですね、先輩なんか弓道館に行ってるんですよ。あんたもこっち来なさいと、ぜひさせてくれということでお願いして見て、ずいぶん元気があるなと、町を歩いたり転身したり、それを見てよし私もそこ入ろうということで、で行ってみたらもう稽古が大変なんですよ。本当に200回も切りをさせるもんですからね、本当にブラ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 して、もう若いからそれでも我慢して、もうようやくバス乗って帰ったらもうぐっすり寝ちゃって、焼け生で引っ張られていく場合もあるしね、そういうことも何遍もあったですよ。もう松原も好き方、本当に松原はこう丸く自分でつくんだよというふうな付き方ですけど、そういうふうに惚れて、まあ弓道館の稽古をしながら古武道もやったんですけどね。古武道の稽古はやっぱり素振りから、あるいはもう肩、うちの先生は白太郎の君という方をよくやっておりますよ。この方はいざ戦になったら棒の先に槍とか薙刀をつけているつもりで稽古しなさいと。投げなたがあると重いさね、だから振りもそれないように重心をしっかり後ろの相手を投げなたの先で行くから、これさこうなるから、そこに重心を置いて、ここに重心を置いて、ここでここでこうで、あと重いからそこのやり方がちょっと違う、他のあれと。うちの先輩は肩でも棒でも2000回しなさいと、プロになるなら1万回、同じ肩を1万回しなさいと、しかも先生が見て、はいはい、直しながらだよと、うちでただだらだらやるんじゃないよと。2000回というと大体同じ方3回ぐらいやるとしたらですね、4年ぐらいかかりますよ、ね、で週に1日休んで2日になると7年かかりますよ。週に1回しか来れないのは12年かかりますよね。でほとんど慣れたら1ヶ月1回しか来ない人たちがいるでしょう。私はもうベテランだからというと、でそれをみんなお湯が水みたいになって前の通りにならないんです。本当にだから本当は前に続けた方がいい。はいはい、こういうふうに受け、これ掛け受けというのは上受けのこの引き受け外受けと一緒ですからね。
こう持ってくるから、これがこんなじゃこっち入ってるんですよ。うちの場合ここに三角のところね、これが掛け置きだよというね。これはこうすると剣道の配電池をさっと、ね、ここでやられてる。はい、でもこうなったらね、少しあっちに寄るだけで、実際何でも何でもやってると、この形じゃないと、こうこんな掛け置きしたらまたこうしてこれが飛んでくる。こうしたらこのぐらいになる。掛け置き抜き、それを打つのを鍛えるために何回も何回も繰り返してる。だから2000回しなさいっていうのも、それも何回も何回も繰り返せんといかんし、やっぱり深く入るということはですね、ただ肩だけじゃなくて、いろんな鍛え、空手でもそうですけど、いろんな鍛えをやらないと、まあそれをもって喧嘩するわけじゃないんですけど、やっぱり武道ですから、本当に受けられるかということぐらいはやらないと、武道になってないんじゃないかなと。それはもう柚木先生がそっちをこれ言ったと思うんですけどね。攻撃には失敗してもいいけど、受けに失敗したら死んでるよと、確実に受けなさいと。で、受けの中で受けて中に入って相手を倒すと、そのぐらい真剣にならんといけないよと。肩に何があるかと、やっぱそういうの全部含まれてますからね。そこらあたり考えながら肩やらんと。若い時はただいろんな面で自分の身を守るとか強くなりたいとかいうふうなのがあったし、すごいの我々の祖先を作っておったもんだなと。どうしてこんなのが生まれたかなというのね。でそれを追求するのはやっぱり、まあ、まだまだ足りないぐらいですからね。我々いつまでやっても足りないから、続けるんですよ。これそれが魅力ですね。やり次第難しくなるし、これに到達点というのはないんじゃないですか。ここの攻撃は今肩はここだけど、どこに逃げるか。だから止まって見て、こっちに逃げたらこっちに攻撃する。かけて攻撃はやはり大事なもんだなと。習ったその技術をやっぱり伝えないといけないなと、そういうふうに思っています。すぐ引く、相手がまた動いた、まずつけばいい。やるだけ、疑問が出たり迷わだ、やっぱり先生方に聞くという、ほとんどもう先生方なくなってるでしょ。だから弟子もいいんで、何かヒントがあったら、何か聞きたいのがあったら今で聞いておけと。まだまだといううちにこの年になってしまってるだけということですからね今からという気持ちなんですけど。